豆腐の味噌漬け豆腐の味噌漬けは豆腐を味噌に漬け込む保存食である。豆腐を水切りした後布に包んで味噌に一週間半年ほど漬け込んだ食品。米飯のおかずや酒のつまみとして食される。漬け込む味噌によって味が変わりチーズまたはチーズの味噌漬けのような風味を持つ。豆腐百鎮にも豆名の名で紹介された。現代では口実のように 熊本県産が有名で豆名は東米と読まれる。大豆をふんだんに使ったかなり硬い木綿豆腐と味噌を用意する。豆腐は半分の厚さになるように上下に二つ切りにし、さらにその厚さの4分の1になるまで板などを重しに数時間かけて水分を抜く。酒やみりんなど一切混ぜ物のない味噌を敷き詰めた中に豆腐を並べておき、上からも味噌を乗せて、 味噌の中に漬け込むようにする。そのまま数ヶ月間、冷暗所で熟成させて完成。酒のつまみなどに供する。熊本県では、東南部に伝わる保存食として有名で、伝承では1200年頃に、平家の落ち武者によって、保存食として利用されたことが発端であると、伝えられている。五木五花草など、九州産地では、古くから、焼き畑農業が行われていたが、 大豆は焼き畑で収穫できる主要な産物だった。物流の整っていない山間部では様々な保存食が発達した。地元で作られる豆腐はカズラ豆腐、菓子の木豆腐と呼ばれる硬い食感が特徴で、カズラで縛って持ち運べるほど硬いことや菓子の木のように硬いことに由来すると言われる。豆腐の味噌漬けにもこの硬い豆腐が向いている。五木五花草。 人吉周辺の各家庭で作られるほか、お土産物や家庭用にも市販されている。伝統的な豆腐の味噌漬けのほか、シソや梅風味のもの、山菜入り、スモークチーズのような食感の燻製豆腐、もろみで漬け込んだウニのような食感の山ウニ豆腐など様々な商品が作られている。ありがとうございます。